平方根の応用1番、今回は式の値について一緒に学んでいきましょう。さあ、早速こんな例題です。次の式の値を求めてみようと。はい、x はルート5プラスルート2、y はルート5マイナスルート2の時、x 次乗引く y 次乗の値を求めてみようと。さあ、早速ですね、x にルート5プラスルート2を代入して、y にルート5マイナスルート2を代入して、答え求めてみようと。もちろんね、そのまま代入してもいいけど、もっと楽な方法はないかなってちょっと考えてみてください。はい、ポイントはこちらです。式を簡単にしてから代入しよう。この簡単にしてからっていうのは、式を展開したりだとか、因数分解したりとかね、式を変形して簡単にしてから、この x と y のこの値をね、代入した方が計算が楽になることが多いよということなんですよ。はい、じゃあ今日の問題で言うとね、ここですよ。x 次乗引く y 次乗。みんなこれ、なんか因数分解できそうじゃない？ね、2乗引く2乗の形だよね。これって、因数分解できるよね。だから因数分解してからちょっと代入してみようよ。はい、じゃあ行きましょう。はい、x 次乗引く y の2乗。これ因数分解すると、x 足す y。x 引く y になりますよね。因数分解してから、この x と y の値を代入してみることにしましょう。いきなりそのままね、式を代入するより楽になるかもしれないですよね。はい、じゃあやっていきましょうか。はい、x にはルート5プラスルート2。そして y にはルート5マイナスルート2。はい、じゃあ、これ左側の括弧ね。じゃあ右側。はい、x にはルート5プラスルート2。はい、そして次なんだよ。ここちょっと要注意ね。マイナス y って書いてあるじゃん。これ代入するときさ、こういうふうに代入してよ。マイナス、はい、y はルート5マイナスルート2である。これ、カッコして、ルート5マイナスルート2です。そうすると、カッコ外すと、ちょっとごめんね、マイナス長くなっちゃったけど、カッコ外すと、マイナスルート5プラスルート2になるよね。カッコの前にマイナスがあるときは、カッコの中の符号が変わるんだ。はい、ということで、マイナス5、ルート5プラスルート2になるよね。はい、だからここに書くときはそれを書いてよ、ね、よく間違えちゃうのはマイナスルート5マイナスルート2なんて書いちゃう人いるから、マイナスこれカッコルート5マイナスルート2なので、カッコを外すとマイナスルート5プラスルート2となります。はい、ここちょっと要注意ね。はい、でこれで計算していきましょうと。はい、そうするとね、左のカッコ皆さん見てください。ほら、ここちょっと嬉しいね。バンバンと消えるじゃん。ルート2引くルート2消えるよね。そして右のカッコ皆さん見てください。バンバンとここ消えるわけよ。ルート5がね。はい、整理すると、はい、左のカッコはルート5足すルート5。つまり2ルート5だ。はい、かける、右のカッコはルート2足すルート2。つまり2ルート2だね。はい、でこれ計算しましょう。ルートの外同士、これ4。ルートの中同士、ルート5かけるルート2、ルート10。はい。ルートの中簡単にすることもこれ以上できないので、はい、答え4ルート10となります。はい。ということでね、まあ、いきなり代入しないで、因数分解したりとか、式を展開したりして、式を簡単にしてからね、代入していこうということですね。はい。じゃあもう一問あるんで、ちょっとこれ見てください。はい、こちらです。はい、今度は、x はルート2マイナス1、y はルート2プラス1の時、はい、こちらですね。x 次乗プラス y 次乗プラス 2xy の値を求めようと。さあ、これもさっきの1番でやった通りね。いきなりこの x と y にこう入れていくとちょっと大変だから、なんかこの式変形できないかなって考えてみてよ。そうするとみんなどう？これ。なんか見覚えない？この順序でひらめかない人は、この順序に順番変えてごらん。x 次乗足す 2xy プラス y 次乗。これどうですか？因数分解できるでしょ。で、両端が何かの2乗で、真ん中が、両端の x と y をかけたものの2倍になってる。これって因数分解するとこうなるよね。はい、これに代入した方が絶対楽だよ。はい、じゃあ行きましょう。今やったように x 次乗プラス y 次乗プラス 2xy は因数分解すると x プラス y の2乗ですよと。ここに代入していきましょう。はい、x にはルート2マイナス1を入れます。はい、そして y にはルート2プラス1を入れます。で、これを2乗ってやるんだよね。はい、そうすると括弧の中さ、ここマイナス1とマイナス1消えるよね。
ってことはルート2たすルート2を2乗する。つまりルート2たすルート2って2ルート2だよね。2ルート2を2乗しなさいってこと。つまり2ルート2かける2ルート2だよ。はい、これいくつですか。まずルートの外2かける2で4で、ルートの中、ルート2かけるルート2ってみんなルート4なんだけど、もうルート2かけるルート2、ルート2の2乗でしょ。だからルート取れて2になるよね。はい、ってことは、ルートの外は2かける2で4。で、ルート2かけるルート2は2。4かける2で8になりますよね。はい、ということで、これ答え8になります。はい、ということで、まあ、こんな風にね、式を変形してから代入していこうということですね。今回は式の値について一緒に学んでいきました。